ボールこっち行ってるときはどうする？蹴る人が蹴まらない。ひろき君の一番後ろにはあ、見て、尻尾ついてる。 OK、 じゃあ、二から尻尾を守ってください。え、二だったっけ？わかった。ゴールするんだっていう、あの一つの方向を向いてチームワークが良くなったから、そういうことができるようになったと思うのね。すごくね、あの誰かのせいでもないっていうこともみんな分かってるし、みんなの気持ちがちょっともうちょっと足りないからなんじゃないかなって言ったら、その後すぐゴールができたわけだって。そういう力をみんな持ってるので、そのね、みんなで協力するっていうこと、もう今十分だから、このまんま行ってほしいなっていうふうに思います。甲子園、甲子園してる人、はい。甲子園っていうのがね、すっごいキラキラしたの、かっこよく見えたの。わあ、かっこいいなと思って、私もこうなりたいな、ここでプレーしたいなと思って野球を始めるって自分で決めて、一番は自分の野球が好きだっていう気持ち、これがあったから野球にもいろんな辛い思いさせられたけど、うん、やってきてよかったなって思う。だって野球やってなかったら私みんなに会えてないもん。その人の夢を、誰かの夢を笑う資格なんて誰にもないから。だから夢ってこれをしたい、これが好き、こうなりたいと思ったことをどんどん口にしてほしいなと思う。今という瞬間を大切にしてもらいたいし、みんなで協力して感謝の気持ち、ありがとうの気持ちを持って、もっともっといい暮らしになっていってほしいなと思います。ゲーム会社員になってゲーム作りをしたいと思います。あやさんの経験を聞いて思い出もいっぱいあるので、そこがとても聞いてて楽しかったです。私の将来の夢はキャビアテンダントと科学者です。みんなでゲームをして協力し合ったプレーがすごく楽しかったです。何があっても諦めないでやる心を持つことが大切だと分かりました。お話を伺うことができて、本当に子どもたち一人一人に心に残る素晴らしい時間を持たせてもらったなと思います。おかげで子どもたちがこれから夢を持って一生懸命頑張っていくっていう気持ちになれたと思います。みんな元気よくて、なんかちょっと圧倒された感が、もうちょっと私の方が比較的元気いいかなと思ってたんですけど、本当みんなの元気の良さにすごい、体育館の授業もそうですし、教室の授業もやりやすかったので、すごく楽しかったです。元気もらいました。4時間目の授業を終わりにしまして、ありがとうございます。